後藤さんそれでは、はいえー、もう少しちょっと聞きたいことがあるので、はいはい、お願いしたいんですが88年に入社して、はい、大体何代の監督に使えてきた 村山さんがそうですね最初ですかね。で村山監督、中村監督で藤田平監督で吉田監督、野村監督で星野監督、岡田監督、前尾監督、和田監督、金本監督での監督ですか。十一代ですか。十一代はい。どの監督がまあそれぞれに思い出はあるだろうけど。 どうなのそれやりにくい監督いやや,やりにくいというか、まあ、まあやっぱりあの自分が今の立場になったのがやっぱり岡田監督以降になりますのでそこからもやっぱ監督と直接話す機会もやっぱりありましたしうん、うんうん、その時って何やっぱり中心するかしないかうんと中心にするしないかは判断はやっぱり えと球団の上層部になりますので、うん、まあそれまでの話ですかね今日どうなるかなというような話ですかね。うんうんうん、しやすい監督と、ま、いうのはしやすい監督とかそんなあまりわれわれにとっては、うん、意識はないそうですね皆さんやっぱりよくうん、うん、<laughs> してくれますので特にはなかったですね。 その監督の中でね、はい、そのグラウンドに対する注文のつける監督をそうでない監督って例えばあの僕があのまだ今の立場じゃない時に例えば藤田隆監督なんかは、うん、例えばピッチャーによってマウンドの傾斜とか変えれるんだったらとかいうような話を辻さ、うん算にされてることは見ましたし。うんうんうん あとまあその前中村監督の時なんかは新庄、神山が出だしたにあに芝生の長さを今までよりも短くして、うん、あのボールの転がりを速くしてほしい、うん、そしたらあ,のまあ,あとレフトは当時八木さんだったんですよ、ね、うん、八木さんと新庄選手、神山選手、うん、みんな足が速くて間抜けるのは抑えられるからと。 今ほど外野の力ないチーム多かったアドバンテージなのかなっていうので、うん、それこそだいいたどうですかね冬場で、えー、芝生の長さ15ミリぐらい冬場というか寒い日春先で夏場で12ミリとか、うん、大体ゴルフ場のフェアウェイぐらいのイメージだと思うんですけどそれをもうガクンと落として。うん もうゴルフ場で言ってもグリーンよりはまあうちん長いんですけどゴルフ場のフェアよりは全然短いようなそんな時代ぐら、ね、そうか、はい、やっぱりその芝の切り方によって転がりは違いますよねそうすると、はいはい、自分とこのレギュラー選手の足とか肩とか全て影響してくるような、はい、だからそういうのは中村監督の時に、うん そういう話をされてて、僕らがまあそういう八人のあの芝刈りをしてたっていう印象はあります。<ー>まあ今はねやっぱり外野守備力同等のチームでそうそうないですもんね。んやっぱりどこも球場が開くなった。当時はまだ名古屋とか広島とかまあ人口も,もっと狭かったですし、だから外野手の守備力ってだいぶ劣ってたと思うんですけど。確かに。はい。だけど肩からいけば、はい、今の。 プ僕は子供の時の加藤さんの印象があるのでいやーああう見てう <laughs> それとやっぱすぐ内野手みたいにカットマンに返せという野球になっとるからかもしれないんだけど、ねはい、なんかそういうふうな芝との肩、はい、足その関連を 考えるようななななこととがいいんじゃないかなと思ってなまあだから逆に今選手の負担を少なくちょっと長めにしてクッション性を出してほしいとかそういう要望ある年もありましたしだから逆になってる時もありましたけどね。やっぱり甲子園のやっぱりグランドキーパーというふうなんやかんや言うても違うじゃない。 周りの目はそういうふうな、まあ、先ほども聞いたけど、はい、その意識というものは他の従業員たちにはしてるわけそうですねあのー、もう単純にトンボをの使い方っていうのを教えるときにその話をしますね。ですから今若い入ってくる子ってみんな野球 経験者で、うん、高校時代もトンボかけたことあるんですけど、うん、やっぱりあのただ単にトン,トンボで土穴を埋めるだけじゃないんだよっていう、うん、甲子園のグラウンドキーパーのトンボはえ鳴らすんじゃなしにトンボをかけるっていうやろって、うん、かけんねんでっていう話で、うん、やっぱりもう,もう微妙な力加減なんですけど、うん、やっぱりしっかりと土は引っ張って。うん 上っ、えー、かの土なしにその下でぼこできているところをトンボでちゃんと引っかいて戻して流していくとしっかりとあの、ね、グラウンドが整っていくんっていう話はねして野球やっとるあの人にとって、はい、選手にとってトンボってどんな選手でも一回はかけとるはずからそうなんですよねだから逆にやっったことあるからっていう感じで、うん するる子もいるんですよでもそれは違うよと、うん、甲子園っていうのはそういうもんじゃないよっていうふうに教えて、うんうん、まあ,あのどうしても、ね、何週間かとか何ヶ月かとかたってきて慣れてくると、うんうん、もうその高校時代やってたような動きになる子もいたりするのでそこはちょっと厳しめに違うやろって言って、うんうん、で例えば年齢的にも全然親子ぐらい違うのに、うん、今見てみ終わってから試合終わってからこの時間で。 俺がやったこの範囲と今やってる範囲どっちが全然やってる範囲違うやんと動き絶対自分らの方がいいはずやのにこんだけ差が出んねんねっいうような教え方をねしながら専門家の経験がそうさそばけだねそうですねあれライン引くなんかでもやっぱり決まっのこれもやっぱりいい状態なのでまっすぐ引けるっていうのはあるんですよああそうなの ですからラインを引くところっていうのは甲子園の場合はほぼ凸凹はないんですねないもねだからまっすぐ糸さえあればまっすぐ引けるんですよそれが例えば学校の運動場でラインを引いてくださいって言われてもガタガタあるので僕らが引いたところでガタガタに見えるんですよはい。糸に沿ってまっすぐ引いてもちょっと斜めから見たら凸凹があったらもう歪んで見えるんですよだからその辺の差っていうのはもうもちろんあるんですねで。 あと、まあ、道具も今はやっぱり少しずつでも同じラインからでもよくなってきているので、うん、もうあのやり方さえ教えればよっぽどあの感が悪くない限りは誰でも弾けますね。うん、誰でもでもきますいやだけどね、はい、見事やわ、はい、<の>そう思われると思うんですけど、うん、本当に今弾いてる子っていうのは多分2年目とか3年目の子が弾くんですよ。ああそう、はい、ベテランじゃないんだ違い違ます 僕もうそれはね本当はね道具がもうい,ついつの時代のんやろうっていうまず道具でそれでラインの引き方を教えてもらうんですけど、うん、なかなか出ないんですよねまず石灰が。<ー>で石灰もあの、まあ、今はもう石灰じゃないんですけど石灰も固まるのでふる、うん、いにかけて準備するんですよね。うんうん でそれふるいかけるときもう粉が待って入ってくるは、うん、絶対体に悪いやるなぁ思いながら、うんうん、準備したりとかでその準備したのを使われるれ、うん、でそれが僕らが使うと出ないんですけど、うん、そのベテランの人が使うと出るんですよねこれなんでか言わないわからないんですけど、うん、そんな道具でしたはい結構あのこのふるいかけた後の水にまぶしてはい、はい、あ そうですね。昔ははい、そうです。確かそうやったよな。あの水で溶いて、上炉で、あの刷毛に先に刷毛をつけて、そう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 そはい。や石灰が固まった分でラインが残る残りやすいというのがあったんですけど、やっぱりその石灰を使うのがあのダメになったというか、一応なんかもう二十年以上前ですけど、文部科学省からその えっと、何ですかね体育の団体なんですかね、うん、高野連ではなかったと思うんですけど、うん、に、まあ、そういうラインを石灰使わないようにとなんかどっか地方でそれから僕らもやっぱり石灰はまずいかなっていうことで石灰使わなくなったんで、うん、もうその引き方がなくなったんですよ。は<ー>はい、はい 昔はその石灰を水に溶いて浄炉に入れてそれでラインを引いてで、バッターボックスだけあの手で引いてたっていう感じでだったんですけどね、うんうん、昔打席のね、はい、あるこの長方形のなんか枠があってそれでやっとった記憶もあるけど、ね、あそれは僕が入ってからはないですかね、うんもう あのまあ、四隅にポイントを入れてあってそこをフリーハンドでやるのでそ,、うん、まあそこ結構最初の頃ちょっと膨らんだりとかしてたんですけどそれも慣れてきたらまっすぐ引けたりとか。じゃあ今、えー、一つのゲーム一試合で大体10人ぐらい、はい、そうですねプロ野球の時は10人で、うん、はい。これで、えー、いつものなんちゅうの普段の ゲームののない時はそれでもやっぱりもちろんそうですねやっぱりそこにシーズン中なんかはゲームのない日の方が作業できる時間が長いので芝生に例えば肥料を与えるとかもちろん芝刈りはしますしグランドも泣いたの日だと午前中しか時間はないですけどそうじゃない日にしっかり整備をしたりとかいうのをできるのでまあほぼ。 あの毎日誰かは出勤して作業するっていう形になってますねあれ、ま、昔ってね確か電鉄に皆入社してこれでゲームのない時は、はい、結構電鉄の仕事をしてああ<ー><の>はい,はい、はい、確かああそういう人もいてたと思いますよ 来てたと試合の日は、うん。そういうようなことか。もともとは阪神園芸ではなくて、うんえっと、阪神更新阪神電鉄の、えー、職員で甲子園救助人の担当で、そこの出,出向みたいな,ないそうですね。出向というかもう電鉄の社員の部署ですよね。今は阪神更新救助は阪神電鉄の甲子園事業部っていう形なんですよ。そこに、うんえー、配属されてそこのグランド担当の方がおられて、うん、で。 えー、今言われた、えー、阪神電鉄の職員の方が試合の日応援来てるとか、うん、で最後の方は逆に阪神園芸ができて阪神園芸から応援に来てもらってたりとかしてたのが、うんえー、昭和50年代前半ですかねもともと阪神電鉄の職員で甲子園の担当だった人が阪神園芸に全員出向して、うん、で阪神園芸がグランドを全部見るようになったっていう形。うんはい ややっぱりこれも歴史やねそうでまあ今日こうしてねこの阪神の川東部屋の歴史をね大体やっとるんだけど <laughs>、はい、いろんな選手に来てもらったりして、はい、だけど今日甲子園のこのグランドの歴史をねこうして聞いとったらまだまだいろんな疑問が湧いてくるんだけど <laughs>、はい、こっから先もまたこう。はい 感じた時に聞きますからはいぜひ、はい、また出演してください、はいはい、よろしくお願いしますはい今日は本当あらゆることを教えていただきました。ありがとうございますいや本当ありがとうございました横田慎太郎ますます元気ですチャンネル登録よろしくお願いします